最近では隣国の失業者数が150万人を超えるほどの深刻さを見せていました。ただ失業とはいかないにしても無給休暇に迫られたり時短勤務に踏み切る企業も出てきており、企業が困窮を見せる中、家計への圧迫も計り知れないものとなっています。そのような中、会社員にとっての希望でもあるボーナス支給しないといった企業が多数出てきているようです。記事によると、企業の今年のボーナスが新コロナの影響で5年ぶりに最低を記録した。11日の求人マッチングプラットフォームによると、企業573社のうち半数を超える 50.6% が今年ボーナスを支給しないと答えた。これは昨年の調査結果 55.5% より 6.1% ポイント減少した数値だ。昨年含む過去5年間を調べても、2019年 52.9%、 2018年 51.2%、 2017年 53%、 2016年 58.1% で5年以内での最低水準であることが分かった。設定賞与支払い予定が半分以下になったことも5年以内に初めてだ。今年ボーナスを支給していないと回答した企業のうち 31% は昨年に支払いをしたにもかかわらず今年は支給しないと決めたことが分かった。賞与を支給しないと決めた上で新コロ自体が影響を及ぼしたかという質問に、過半数以上の企業 61% が影響を及ぼしたと答えた。支給しない企業はその理由としてプレゼントなどに置き換えている 33.4%、 複数回答を最初に挙げている。比較的低コストの贈り物に置き換えているのだ。財務状況の悪化等の支払い余力が不足のため 31%、 祝日賞与支給規定がないため 27.2%、今日など内外の環境が難しくなったため 19%、 昨年の目標の成果を達成できなかったため 14.1% などの回答があった。就業ポータルインクルートの調査結果も似ている。非対面バイト採用面接と一緒に会社員495人を対象に2021年ボーナス受領実態について調査した結果、ボーナスを受けると答えた在職者は 36.2% にとどまった。昨年実施した同じ調査の結果、ボーナスの受領の割合が 46.4% であったのと比較すると、1年間で 10.2%p 減ったことにある。額にも変化があった。昨年の平均賞与は48万7千ウォンで、企業規模別では、大企業60万1000ウォン、中堅企業54万3千ウォン、中小企業29万8000ウォンの順となった。一方、今年の平均節ボーナスは42万6000ウォンで、昨年と比較して6万1000ウォン減った。企業別の大企業65万1000ウォン、中堅企業39万1000ウォン、中小企業33万1000ウォンで、それぞれ確認された。家計債務が増加し、困窮に行き詰まる中、毎年のボーナス支給は、かすかな希望にしている人も少なくなかったのではないでしょうか。そのボーナスの支給でさえ企業が困窮に行き詰まり、約半数もの企業が支払いを断念してしまうという。さらにマイナスに手を染めてしまう泥沼にはまらなければいいですが、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか。チャンネル登録高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。